年の 2.19 国会議員開会前行動にお集まりの皆さん、こんばんは。早速集会を始めたいと思います。本日司会を務めるのは選任会の北村です。最後までよろしくお願いします。それでは最初はコールです。コーラーは選任会の山本さんです。お願いします。戦争反対、救助を壊すな、戦争反対、救助を壊すな、救助会見絶対反対、戦争反対、救助を壊すな、戦争反対、追い掛け疑惑徹底追及。安倍政権は今
すぐ退陣。安倍政権は今すぐ退陣。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 退陣。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 今日も頑張っていきましょう。ありがとうございました。今晩も国会議員の方々が応援に駆けつけてくださっております。到着順にご紹介します。まずお一人目は立憲民主党佐々木隆弘衆議院議員です。お願いします。2.19 お集まりの皆さん、大変ご苦労様でございます。今国会は予算委員会の最中でございます。この19日を忘れずにずっとずっと運動を続けていただいている皆さん方に心から連帯を申し上げる次第であります。憲法の話山ほどありますけれども、今予算委員会で問題になっているのは、一つは森友、そしてもう一つが労働法制、この二つが全部嘘だったのではないか、嘘で我々はずっと議論をさせられていたのではないかと、そういうことに今だんだん明らかになってきています。労働法制、労働法制、とりわけ裁量労働制、いわゆる残業代ゼロ法案というふうに言われているものでありますが、これは対象者の方がむしろ時間が短くなるんだとずっと政府は言ってきてたわけです。ところがそのデータはどうも意識的に対象者の時間は短くなるように、そして非対象者の時間が長くなるように、そんなデータを集めてきたのではないか、そのことが明らかになってまいりました。嘘で議論をしている、そして分かっていながら嘘の答弁をする、こんなことでは労働者たまったもんではありません。まずはここをしっかり、このまずこの法律そのものを提案を撤回をさせなければなりません。ぜひ皆さん方と一緒にこのことを実現をしていきたい。そもそも労働を強化するという法律と労働を緩和するという法律、8本を一発人からげにして論議するということ自体が大変国民をバカにした話、ここからしっかり論議をさせていただきたいと思います。もう一つは森友問題であります。200ページに及ぶ新しい事実が出てまいりました。そこには初めからこの国有地について議論にゼロに近い価格になるようにという要請に応えるということが初めからそこに書かれていた。これは我々に嘘をついてきたことになります。佐川さんはまさに3をつけるのも腹立たしいんですが、佐川長官は分かっていながらそのことを答弁してきた。加えて音声データ、ここにも疑惑がもう一つ出てきた。佐川長官にはまずは国会に出てきてもらわなければならない。出てこないんだらやめてもらわなきゃならない。ぜひこのことを皆さん方としっかりと立憲民主党実現をさせていただきます。そして私たちが目指す真っ当な政治を、真っ当な世の中を作るために一緒に頑張っていこうではありませんか。立憲民主党からのメッセージとさせていただきます。ご苦労様でございます。ありがとうございました。続きまして社会民主党福島みずほ参議院議員です。お願いします。はい、
どうも皆さんこんばんは。本当に寒い中、2月19日、たくさんの集まられた皆さん、お一人お一人に心から連帯のご挨拶を差し上げます。政治を変えていきましょう。皆さん、憲法9条3項に自衛隊を明記する。安倍総理は今年の夏か、あるいは自民党総裁選9月が終わった後、発議をしようとしています。みんなの力で憲法改悪の発議を止めていこうではありませんか。解釈会見やった人間がなんで明文会見やれるんですか。憲法を守らない人がどうして憲法を変えるなんて言えるんですか。おかしいですよ。憲法9条3項に自衛隊を明記することについて総理に11月30日質問をしました。これは集団的自衛権の行使をする自衛隊のことですねと聞いたら、総理はそうですという答弁です。憲法9条1項2項の解釈を変えて、勝手に変えるなということですが、集団的自衛権の行使が部分的にやれるようになったその自衛隊ですと答えています。9条3項に明記される自衛隊は国土防衛でも災害救助でもありません。総理は繰り返し何も変わらない、そう言います。集団的自衛権の行使をする自衛隊で変えないというのが総理の頭の中です。これはまさに9条1項2項の完璧な破壊です。私たちはどんなことがあっても安倍内閣の9条改悪破壊を許さない。そのことで一人一人の皆さんに働きかけ、どんなことがあっても発言をさせない、そのことに勝っていこうではありませんか。先ほども佐々木議員から話がありました。国会今衆議院の予算委員会の最中、1つ目、データが捏造でした。大量労働制に関して一般の労働者よりも1日の労働時間が短いと加藤厚生労働大臣も安倍総理も歴代の塩崎大臣も説明をしてきました。それが捏造であったことが明らかになりました。データの取り方が違うんですよ。一般の労働者は最長という人を入れていて、これがなんで平均的なんでしょうか。つまり裁量労働制あんたのせいだと言って、労働時間もう本当に働かさせるためにデータを後から捏造したとしか言いようがありません。皆さん、このことが明らかになった今、働き方改悪法案国会に出すな、その声を大きく上げていこうではありませんか。労働者の命を考えずデータを捏造する厚生労働省に働き方改悪一括法案を出す資格はありません。2つ目、これも超党派で取り組んでいることに、銃強姦事件の逮捕状の停止の疑惑問題があります。一見記録は高輪署にあるんですよ。すべての証拠物も証拠書類も全部高輪署にあります。官房長官秘書官だった中村至さん、警察庁の刑事部長、彼はその記録を一切見ておりません。担当者というか警察との交渉の中で、全ての記録は全部高輪署にある、記録は見ていない、そのことを警察は答えました。福島みずほは言いたい、証拠物も証拠書類も記録も一切見ずして、どうして信証が取れるんでしょうか。安倍内閣が自分をよいしょするジャーナリストのために逮捕令状を直前で止めたんじゃないか、この疑惑もとことん追及してまいります。この安倍内閣が本当に恐ろしい、とんでもないのは、自分をよいしょする人、日本会議思想信条を同じくする人、自分を支えてくれる人、佐川長官、こんな人はどんどん出世をさせ、便宜を図る腹心の友に対して、しかし沖縄をはじめとしてそれは政策が違うぞと真っ当に言う人々を弾圧する政権だからです。政治の私物化を許すな、
税金の私物化を許すな。こんな腐った政治は一日も早くやめてもらおうではありませんか。総理の胸三寸で政治が決まる、こんな政治は真っ平です。安倍政権が去れば明るい未来がやってくる。安倍独裁が止まれば私たちの基本的人権はもっともっと豊かになる。そのことを信じて一緒に力を合わせてやっていきます。安保関連法、戦争法、違憲の法律の合憲化など真っ平ごめんです。一緒に力を合わせていきましょう。社民党参議院議員福島みずほです。一緒に頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、日本共産党国田圭司衆議院議員です。お願いします。皆さんこんばんは。紹介を受けました日本共産党国会対策委員長衆議院議員の国田圭司です。19日の行動、この日の行動に参加された皆さん、そして主催された皆さんに心から敬意を表したいと思います。私たちはこの19行動をスタートしたのは、何といっても安保法制の強行採決について忘れない、このことが出発点だと思います。私たちはですから19日の行動に一つ一つ意味合いを持って臨んできたと思います。そのことはこの間沖縄の名護の市長選挙で敗北はしましたけれども、辺野古の基地建設を容認したわけじゃない、そして諦めないことが勝つことだ、これは我々の共通する言葉ではないでしょうか。忘れない、諦めない、これからもずっと戦い続ける、これからが、今からが戦いだ、このことをお互いに腹に据えようではありませんか。そこでです、ちょうど金曜日には確定申告も始まりました。皆さんのところにも促すハガキが来てるかと思います。私も来てみて驚いたのは、今年は医療費の明細書をつけてくださいとか、さらには5年間の領収書をつけてくれ、保存してくれ、自分たちは1年も持たんのに、なんで庶民には5年も訳もわからん領収書持っとけって言うのかと、この怒りがこの間の国税庁と財務省を包囲した力になったんじゃないでしょうか。だから行政の私物化、国政の私物化、そしてその一人の代表者がのうのうと国税庁長官に収まって徴税行政をするなことは許せんというのが庶民の当たり前の声ではないでしょうか。これが一つです。それから二つは、先ほど皆さんからお話しあったように、国会では、今年の国会は働き方改革国会などと称して、その前提となっているデータが間違って作られている、いわゆる福島さんに言わせるは捏造だと。だって皆さんどない考えたかって、一般で働いてる人が長時間働いてるなんちゅうことがありえるはずがもともとないじゃありませんか。それを使って国会で答弁して、それが明らかになったらごめんなさいと、それで済むにやったら国会はなんちゅうんですよ。だから少なくとも私たちは働き方の大改悪である、この裁量労働制を営業職にも拡大するやり方は直ちに断念しろ、この声を上げようではありませんか。私たちはこのように一つ一つの戦いを今大きく合流させる時が来ていると思っています。原発の問題もしかりです。原子連の方々が、いわば今の動いている原発を止めること、再稼働はあかん、こういう基本法案、ゼロ法案を出しました。みんなでこの方向を実現しようじゃありませんか。そして憲法の問題、今日も皆さんお集まりいただいた、アクションとして行われているのは全国各地に広がっています。ところが
相手の方も相手の方で一生懸命署名集めてる、まさにせめぎ合いのところになっているんじゃないでしょうか。しかし肝心要の世論は我にありってことが特徴じゃないでしょうか。どの世論調査を取ってみても憲法9条を変えてええっていう人は少数だってことが我々の意見じゃなくて国民の世論だってことに確信を持って戦い抜こうではありませんか。ですから憲法をめぐる戦い、そして行政私物化をめぐる戦い、原発、暮らしの問題、そして労働法制、みんな一緒に力を合わせて合流させることによって安倍内閣打倒、この一点で大いに力を合わせ、この集会が忘れない、諦めない、戦うぞ、この表明であることをお互いに誓ってご挨拶といたします。お気に。ありがとうございました。国会の外では我々市民が、国会の中では国会議員の方々に頑張っていただいて、安倍内閣退陣まで頑張っていきましょう。続きまして主催者挨拶に移ります。今日の挨拶は9条壊すなの高田さんです。お願いします。皆さんこんばんは。この通常国会始まって初めての19日報道になります。22日の国会開会日には私たちここで集会をやりましたけれども、19日報道としては今日が初めてです。今日の集会タイトル改めて確認しますけれども、私の前に横断幕がありますが、安倍9条改憲の森友・加計疑惑徹底追及、戦争を煽るな、安倍内閣退陣、 2.19 国会議員会館前行動という、今日の私たちのメインスローガンが掲げられています。安倍政権の下で本当に政治がめちゃくちゃになってきたと思います。これだけどんどん今まで様々に国会の中で議論されてきたことが次々に壊されている。みんなそれを安倍晋三首相を中心とする自民党がやっている。本当に腹の底からの怒りを感じます。今南北朝鮮の間で平昌五輪をはじめとして話し合いが始まっています。つい昨年段階でこの東アジアの大変危機、戦争の危機に対して私たちも大変胸を痛め行動してきましたけれども、韓国の人々はこの平昌五輪を契機になんとかこの戦争の危機を打開しようとして懸命な努力をしていると思います。それに対して安倍晋三はもともと平昌に行きたくないと言っていて、そして周りがどうしても行かざるを得なくなって行ったところで何と言ったか本当に腹が立ちます。米韓の軍事演習をやめるなと日本の首相である安倍晋三が言ったわけです。これは日本と韓国の軍事演習でも日本とアメリカの軍事演習でもありません。それだからいいということではありません。しかし韓国とアメリカの軍事演習に対してなぜ日本の首相がやめるなどということができるのか、私はこの安倍晋三の姿勢の中に韓国、朝鮮に対する非常に彼の優越感というか別紙というか、それを非常に感じます。悪意を感じます。彼が本当に東アジアの平和を望むなら、どうやってこの今とりあえず収まった平和の状態を続けさせるか、そのために日本の首相は働くべきなのに、こういうことを平気で言う。文大統領はまさに内政干渉だと言って反発をした。私は当たり前だと思います。こういう首相を私たちが持っていること、これ以上本当に我慢ができません。アジアの平和のために、戦争を煽らせないために、
安倍内閣を倒すという私たちの仕事は本当に大事な仕事になっていると思います。この国会、憲法改正改悪のための国会と言われています。安倍晋三は今年中にこの憲法を変えると言っています。今自民党の憲法改正推進本部が改憲の4項目について様々に議論しているようですけれども、ちょっと見て皆さんどう思いますか。最近は5億の問題で自民党改憲推進本部がどうやら党内の意向をまとめたという報道があります。私はこれを見てびっくりしましたよ。あの長い条文を、あれを憲法改正国民投票にかけるんですか。あの何行ですかね、新聞に書いてあったすごい長い長い条文、改憲条文、あれを私たちは例えば国民投票の場でそれを読んで賛成とか反対に丸をつけさせる、こんな改憲があるか、あれを見て本当に呆れ返りましたよ。それだけではなくて9条を含めて4つあるというんでしょ。その4つを本当に彼らが改憲の条文をこのままでまとめきるのかどうか、私はなかなかまとめきれないんではないか。3月の25日の自民党大会で自民党改憲案をまとめると言ってますけれども、非常に安倍政権自身が、改憲派自身が非常に大変なところに行ってるんではないか。条文すらまともに作れないというような状況ではないか。あれを見てそんなふうに思いました。先ほどもどなたか言ってましたけれども、改憲を望んでいるのは国会の永田町の中の安倍首相とそれを支持する勢力だけであって、国会の外は大多数が今緊急に改憲を必要とするなどとは誰も言ってない。私たちは改憲を望んでいない、改憲を必要としていない、こういう中で強引に今年中に改憲をしようとしているこの安倍首相たち、私たちは何としてもこれを阻止したいと思います。日程上も安倍首相たちの改憲の日程は非常に厳しい。そして改憲派の間でも矛盾だらけです。自民党の中がまとまっていないだけではなくて、自民党と公明党もまとまっていない、自民党と維新の会もまとまっていない。この前までは改憲に賛成だと言って東京の小池百合子知事を中心に結成したあの党も、小池さん自身が出てかざるを得ないようなところまで行って改憲には反対すると言っている。多くの人たちが今安倍さんの改憲に対して矛盾を感じ、まとまっていない。このまとまっていない状況をさらにさらに追い込んでいくのは私たちの国会の外での戦いだと思います。国会の外で世論をどれだけ大きく盛り上げていくか、私たちの非常に重要な課題がここにあると思います。私たちは今3000万署名ということを通じてこれをやり抜こうと思っています。3000万署名というのの目的は、一人一人の市民と話し合うことによって対話をすることによって世論を変えていく、そのことにあります。全力を挙げてこの3000万署名を達成する運動を頑張りたいと思っています。私も各地を歩いたり、各地からいろんな報告を受けたりしますけれども、当初この3000万署名は総選挙があったためになかなか出足が最初はうまくいきませんでした。しかし最近全国各地で本当に土曜日日曜日になると各所で市民アクションが立ち上がっている。いろんなところでこの大雪の中でも市民アクションの皆さんが各地で3000万署名を訴えて戦っています。これ集めたら本当にすごいことになると思うんですね。全国で、全国の町や村や街角でデモをやっているような状態が今起きていると思います。なかなか報道をしていただけないですけれども、こんなにたくさんの集会やデモや署名の行動がある、これは素晴らしいことだと思います。私たちはもっともっとこれを大きく発展させる中で世論を起こし、国会永田町を揺り動かして安倍首相たちが今年中に
改憲発令したいと言っているこの企てを阻止していきたいと思います。今日も寒い中たくさんの市民の仲間に集まっていただきました。今日お互いにここで確認し合いながらさらに頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここで大変申し上げにくいんですが、今夜も寒波の要請をさせていただきます。今日の集会もそうですし、今後の運動も、どうしても必要ですので、参加者の皆さんのお気持ちで、寒波をお願いします。オレンジのリボンをつけたスタッフが寒波袋を持っていきますので、ぜひともご協力をお願いいたします。続きまして連帯の挨拶をいただきます。まずお一人目は東京大学教授で教育社会学が専門の本田由紀さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました、教育社会学という学問をやっております本田由紀と申します。教育社会学というのはもともと教育の領域を対象とした社会学なんですけれども、私は教育の入り口にある家族や、あるいは教育の出口にある仕事の世界や、その三角関係をいっぺんに見つめるという仕事をしてきました。で、いろんなデータを取ってですね、現状やその変化を把握しようとしているわけなんですが、ここ数十年そういう仕事をしておりますと、本当に、マジですかといったようなですね、悪い方向への変化が教育においても仕事においても家族においても進められている。主に政治のがそれを推進しているということがですね、どんどん見えてきて、なんだこれはという危機感に非常に駆り立てられています。仕事の世界に関してはですね、皆さんもご存知と思いますけれども、90年代以降日本の経済というか労働市場は非常に苦しい時期が長く続きました。で、最近それがアベノミクスによって何か良くなっているかのような素振りを主張はしていますけれども、全然そんなことはありません。彼らが出してくるような数字というのは全部偽物というかですね、その背後にちゃんと経済が活気を取り戻していることがあるかというと、そうではないようなことばかりなのです。例えば実質賃金は上がっていません。で、生活は苦しくなる一方です。で、エンゲル件数は高くなっている。で、それに対してですね、これは美食のせいだという、こんな人が国のトップにいていいわけがない。人々の生活は苦しくなっているんです。そして、で、今ですね、その苦しさをなんとか緩和するかのような素振りで、先ほども言及がありましたけれども、働き方改革とか労働関連の法律がですね、今議論されていますけれども、そこで出てきたデータ、これは本当にひどいものでした。全く使ってはいけないデータ、比較してはいけない2つを比較して、あらかも裁量労働制を導入することで労働時間が短くなるかのような嘘を、フェイクを勝手に好き勝手に撒き散らしているというのが今の政権です。もう真理も正義もあったものではない。そのデータのおかしさに気がついたのは、実は私の古くからの知人と友人の法政大学の上西光子先生でした。ものすごい活躍で、それがどうおかしいかということを追求し、今それが国会の中でここ数日ですね、ものすごい勢いで議論されて、とうとう間違いが認められざるを得なくなっています。それは快挙です。そのようなですね、指摘によって今の、政権のやり散らかそうとしている嘘やずるさやを指摘していかなければなりません。これが仕事の世界のことですけれども、例えば家族に関しては家庭教育支援法案ですとか、あるいは青少年、健全育成条例であるとか、とにかく家族の中に土足で足を踏み入れてですね、家族とはこのようであれ、例えば3世代同居してサザエさんのようにみたいなことをですね、勝手に彼らが妄想で描いた家族で、それができないのはお前たちがダメだからだといったような、家族という私たちの最もプライベートで大事なひそやかな部分にまで手を突っ込もうとしてきている。で、その中で最も犠牲になるのは女性たちです。そうだ。
家族はこうであれ、家庭はこのように子供を教育しろと言われれば、その重圧を一身に受けるのは主にこれまで日本で家族責任を背負ってきた女性たちです。そんなことを押し付けられては、女性の活躍と言われたって外で活躍などできるわけがない。一方、教育に関してもですね、変えられてしまった教育基本法に基づいて、去年から今年にかけて新しい学習指導要領が次々と公示されています。皆さん、学習指導要領ものすごい分厚いのであまり読まれないかと思いますけれども、ぜひ中身を見てください。道徳の教科化ということが話題になっていますけれども、それ以外も含めて国を愛する心、とにかくお国のために全身全霊で活躍しようとするような子供を育てるのだ、それを義務化するようなですね、強い枠を、タガを学校教育にはめていくような、そういう学習指導要領がですね、今進められています。これは彼らが願っている国づくりなどなのかもしれません。でも実際には仕事の世界でも家族の世界でも教育の世界でも、抑圧や自由で多様な個人の尊重ということがなされないまま、人々はどんどん暗い閉塞の中に追い込まれていきます。これでは国全体が再び元気を取り戻すことなんてかないっこありません。その意味で合理性も欠いているんです。このようなですね、まあ、私が研究対象としている教育に関しても、仕事に関しても、家族に関しても、なんでこんなバカなことが、こんなことでうまくいくわけがない、こんなことで人々が明るい笑顔になるわけがないということが、なぜこんなに目の前で押し詰められているのか、まるで漫画や時代劇の分かりやすい悪のようなことが、なんでこんなに次々と押し詰められているのか、おそらく良識ある皆さんは、まさかそんなことが、それほどの悪が進められているとは思わない、進められているはずはないだろう、多分何か考えがあってのことではないかみたいなふうに思っている方もいるかもしれません。でもおそらくそうでは全くない。一番ひどいのは、教育に関しても仕事に関しても家族についてもそれを貫いているのは、その人間間の醜さです。人々の基本的な権利や様々な美しい多様性や生活の安全をきちんと整えていくという政治家として最もやるべき役割を遂行しようとするのではなく、自分たちの気に入った人間たちだけに恩恵を回し、完全に私物化し、それ以外の多くの人々はできる限り締め上げ、自分たちに貢献、自分たちに気に入るような形で貢献させ、言うことを聞かせ、ノーを言わせない、こんな醜い人間観を持った政権が居座っている国に将来はありません。いや、いろんなデータや政策や制度を見回す仕事をしていて、私自身あまりのひどさに心が折れそうになることがあります。でもですね、諦めることは実は非常に容易です。今でもできます、明日でもできます。だからこそ諦めてはいけない。私たちの子供たち、孫たちにどんな国を残すのか、それを考えた時に、今見た限りではここには年配の方も若い方もいらっしゃるようですけど、年配の方が多いように思われます。でもこれから私たちより若い人たちに対して、あの時に私たちは頑張ったと、これだけの力を尽くしたというためにも諦めてはいけません、はい、きちんとノーを言い、それに代わる新しい提案をし、この今本当に危機に瀕しているような瀕しているこの社会を立て直していく責任が広く一般の全ての人々にあります、はい、ここに来てくださっている方はそれがよく分かってくださっている方だと思います。でもこの思いをもっと広い層に広げていかないと、本当に今この社会は岐路に立っています。どうか力を、どうか力を貸してください。以上です。ありがとうございました。続きまして、安倍球場会見の市民アクション市川の白井さんです。お願いします。あ、国会前の19日行動にお集まりの皆さん、こんばんは。お疲れ様です。
市川から来ました白井と申します。安倍政権に反対して行動している善良な一般市民でございます。私の地元市川ではまさに今市川市長選挙再選挙が行われますが、再び立憲野党と市民が共闘して戦おうとしています。さっきの衆議院選でも市川浦安市民連合を発足し後押ししたことで野党統一候補を応援し共闘して戦いました。今までにも選任委員会、救助の会、安保法に反対する約15名の市議会、県議会議員が野党や団体の壁を越え中心に結成した総掛かり行動市川が大規模集会や署名、宣伝、街宣活動を行ってきましたが、この度総掛かり行動を超えた団体にも加わっていただき、安倍救助会見の全国市民アクション市川を結成する運びとなりました。2月24日集会、プレ集会と3月24日に結成集会を行います。そして市川では各団体や個人単位で街頭宣伝、署名活動を行ったり、選任委員会市川でも月2回の駅頭宣伝を継続している。しかし今回の3000万署名は今までのやり方だけでは数も集められない、数だけ集めるのではなく対話し署名の輪を広めることが大切だということで、新たに親戚知人へ郵便等で署名を呼びかけたり、個人で近隣のお宅へ呼びかけたり、個人で近隣ではない地元ではないところへ個別訪問をしたり、グループでローラー訪問したり、3000万署名のアピールと自分の名前などを入れたオリジナル名刺を作成して訪問時に配ったり、そしていろいろな宣伝材料、パンフレット、チラシ、プラカードなどを集め効果的に使うことで、街頭署名では多彩な市民の協力を得られるよう、手製のプラカードを掲げ、興味を持った、高校生の対話をしたり、自民党支持者の署名も得られています。そして個々が自らどんどんいろんな提案をして、みんなで共有をして新たにチャレンジをしていく、そういう方法で積極的に行っております。私自身も LINE や Facebook 等で積極的にアピール活動を行っています。そしてまた市川浦安市民連合でも千葉県5区にちなんで毎月5日街頭署名行動を行うこととなりました。市川ではそのような形で着実に署名を集めています。しかしその間にも安倍政権はどんどん暴走していきます。私はこの政権が絶対に許せない。この悪政を必ずや打ち倒すために皆さん一緒に頑張っていきましょう。頑張ろう。ありがとうございました。連帯挨拶もう一方、お願いします。法律家6団体を代表して大江京子弁護士です。お願いします。皆様こんばんは。改憲対策問題法律家6団体連絡会の大江と申します。ご苦労様です。我々法律家の団体は安倍改憲に断固反対する構えで徹底的に戦っております。私たちの6団体連絡会はそもそも第二次安倍政権秘密保護法が出てきた時に、憲法をないがしろにする安倍政権に危機感を覚える法律家が集まって共同で安倍改憲に反対しようということで立ち上がった連絡会です。それ以来秘密保護法、安保法制、そして共謀罪と次々と繰り広げられる憲法壊しのこのとんでもない立憲主義無視の安倍政権に対して法律家として反対の声を上げてまいりました。そしてついに安倍政権は、安倍さんは憲法9条に手をつけようとしています。今年中に発議をしようとして今水面下でいろいろな動きをしているんだろうと思います。しかしこの安倍さんのいつものやり口、国民を騙しながら全て憲法を壊していくやり口、今度こそ私たちは絶対許さない、阻止しようではありませんか。安倍さんは自衛隊を憲法に書くだけで何も変わらないとまた臆面もなく嘘をついています。書き込まれる自衛隊はすでに2年前に大
ている集団的自衛権行使が可能とされた自衛隊です。アメリカと一緒に世界中行って、兵団活動も行い、そして集団的自衛権の行使も部分的に許された紛れもない軍隊が憲法上の存在として書き込まれようとしているのが今安倍さんが提案している休業会見です。もしこれが通ったら私たちの生活はどうなるんでしょうか。まず9条2項、私たちの日本の少なくとも曲がりなりにも戦争をしない、世界でもほとんどない、これまで、第二次大戦が終わった後戦争をしなかった、武力紛争をしなかった国というのが一体何カ国あるかという点は明らかではありませんが、少なくとも少ない。その日本が平和で来られた、少なくとも戦争してこなかった9条2項、いろいろな形で歪められてはいるけれども生きている9条2項がもし安倍さんの会見が通ったらほとんど死滅化してしまう、無効化してしまうでしょう。もう自衛隊がアメリカに望まれて世界各国、武力行使をすることを止めていく手段がなくなってしまいます。ぜひ安倍さんの考えている会見発議をストップしましょう。国民の力でストップしましょう。そうやって私たちの人権を守りましょう。憲法を取り戻す。私たちが安倍さんに対して退陣を求めて立憲主義を取り戻していきましょう。最後まで諦めず強い気持ちで皆さんの3000万署名を大きく広げて、何としても安倍会見を阻止する、そして退陣に追い込むために6団体法律家も、精一杯頑張りますので、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして行動提起です。今日の行動提起は共同センターの木下さんです。お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。2ヶ月前に初孫が生まれたという報告もさせていただいた、共同センターの木下であります。今日はその話はしませんが、今日最初にですね、寒い夜になってますので、心温まる元気ないくつか取り組みをですねご紹介したいと思います。私たちも市民アクションには全国各地で取り組んでいる様子が伝えられてきます。地元、戦争法の練馬集会実行委員会からは毎月の宣伝行動をはじめ、みんなで励まし合いながら署名に取り組み、すでに1万8000筆を超え3000枚のポスター大作戦も同時に行っているという報告もありました。八王子では先週の土曜日、31回目のノーモー八王子アクション宣伝を行い、寒風吹き荒れる中150人もの人が参加され、4月には200人規模の集会と大規模署名宣伝行動も狙われているといいます。また広島では9条の会広島とその賛同者が3000万人署名用紙付きの意見広告を昨日の中国新聞朝刊に掲載し、大きな反響を呼んでいるそうです。私熊本のですねある病院では、職員が手分けをして病院周辺の住宅6000件に署名用紙と返信用封筒を届け、今多くの署名が集まっていると言っておりました。こうした地道な取り組みを重ねていく中で、救助会見の声が着実に広がっていること、私たちの大きな確信にしたいと思います。孫の話がいいんですが、はい、話がですね寒いんですので、じゃあそれでは今後の行動提起を行います。まず、3月6日来月ですけども、戦争をさせない東アジアに非核平和を 3.6 集会を日本教育会館一橋ホールにて
夜6時半から行います。中身は今知らしめてお配りしておりますので、ご参考にしてください。それから同じく3月の19日行動はいつも通りこの場所で6時半から行います。おそらく今日よりは高くなっていると思いますので、ぜひ皆さん、お誘い合って、ご参加ください。それから、再来月ですね、4月の7日土曜日になりますが、救助の会が、安倍救助会見の3000万署名達成に向け救助の会集会を大市駅のホクトピアで午後2時から行います。ぜひこちらにも多くの方のご参加をお願いしたいと思います。そして5月3日憲法集会は昨年と同じ有明防災公園で行います。昨年に続き、親子憲法広場をはじめ参加者の参加型の企画をですね、たくさん準備して、今回はおります。またですね、いつも手作りの素敵なプラカードや横断幕、のぼりを持って、来てくださる皆さんが、いますので、その方々を対象にプラカードコンクールを今年は行いたいと思います。それからフリーマーケット、何でも健康相談、介護相談のコーナーも準備する予定です。もちろんメインステージではみんなで歌う平和の鐘やゲストによるスピーチ、リレートークも予定しています。皆さん、この3000万人の署名は決して簡単ではありませんが、全国各地の創意工夫を凝らした取り組みで着実に運動は広がっています。自民党は2段階改憲案など3月末の自民党大会で改憲を加速させる動きもあり、本当に今が正念場になっています。みんなで力を合わせ3000万人の署名を集め、改憲案発議を許さない、この戦いを大きく広げることを確認し合い、行動提起とさせていただきます。皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございました。今夜の集会には寒い中1800名の皆さんにお集まりいただきました。本当にありがとうございます。それでは最後です。コールで締めたいと思います。コーラーは選任会の山本さんです。森掛疑惑徹底追及、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 佐川長官今すぐやめろ、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 未来を壊す総理はいらない、未来を壊す
壊す総理はいらない。生活壊す総理はいらない。生活壊す総理はいらない。憲法壊す総理はいらない。憲法壊す総理はいらない。また来月お会いしましょう。